はい、こんにちは、状況寺ゆいしんです。ただいまの時刻は4月9日火曜日の夜10時30分を回ったところです。お寺のある新潟県上越市も桜が満開となりまして、春本番といったところですね。ただ一昨日昨日と暖かかったんですけども、今日は冷たい雨が降りまして、本当に気温もダウンジャケットが似合うぐらいに一気に冷え込んでしまいまして、これが桜にどう影響するかっていうところがちょっと心配なところでもあります。境内にあるしだれ桜とソメイヨシノ、2本とも元気に咲いてくれているんですけども、まあ、この雨と寒さですね、また乗り越えて、引き続きもう少しお花の咲き誇る姿を見させてくれたらなと思っております。ということで今回は、まあ、桜ということをテーマにしまして、ちょこっとお話ししてみようかなとも思います。今回はちょっとね、また前回のポッドキャスト、前回以前のポッドキャストのように浄土真宗のお話も少し交えて雑談していこうかなと思います。それで今回最初に一冊の本というのを紹介してみたいなと思うんですけども、それが畠中めぐみ先生のちんぷんかんという小説です。こちら新潮文庫から出ているバージョンを今手元に置いてるんですけども、このちんぷんかんですね、畠中先生の人気作しゃばけというシリーズの一つになりますね。第6冊目の本になります。その文庫版です。しゃばけというのは江戸時代を舞台にした主人公とその身の周りに集まってきているあやかし、不思議な生き物、その交流であったり、主人公とあやかしを中心とした、まあ、ちょっと問題解決だったり、ちょこっと、まあ、町の中で、江戸の町中で起こる不思議な騒動を追っていくというような、まあ、そういうお話になります。そして一連のシリーズ群ですね、これがしゃばけというので、しゃばけという言葉もこの俗世間におけるこうなんていうんですかね、こう、まあ、顕示欲だったり名誉欲だったり、そうした執着心のことを、まあ、しゃばけというそうなんですけども、まあ、やっぱあやかし、まあ、もののけですよね。もののけが出てくるっていうことで、まあ、シャバってまあ言うじゃないですか、僕たちの世界のこと。シャバにいるもののけっていうことで、シャバけっていうふうにも捉えられるのかなっていうふうにまあ思ってたりもしております。まあ、そういうわけで大人気のシャバけシリーズの6冊目ちんぷんかん、この小説の、まあ、これ短編集なんですけども、ここの最後の方にですね、その桜、まあ、春をテーマにしたすごい感動作、すごく非常に人気が高い作品が収められていて、今回はそのことについて触れてみようかなと思います。そちらのタイトルなんですけども、春が行くよというタイトルの短編がありまして、こちら主人公の若旦那とある一人の少女のお話なんですね。物語のネタバレというのはしませんので、ぜひ気になった方この後読んでみてほしいんですけども、小紅ちゃんっていうある一人の女の子が、まあ、ひょんなことで若旦那の元に現れるんですね。でネタバレじゃないんですけども、これはもう序盤から明かされてるのでご説明しますけども、小紅ちゃんっていう、まあ、小さな紅のっていう書いて小紅ちゃん、こちらの少女は桜の木が
こう若旦那にご挨拶として紹介したといいますか、桜の花びらのあやかしなんですね。花びらを、まあ、擬人化した存在だとイメージしていただければと思うんですけども、この春が行くよでは若旦那と小紅ちゃん、桜の花びらのあやかし、桜の木のあやかしじゃないんですよね、桜の花びらのあやかし、その彼女との交流というものが描かれるんですけども、こちらも本当に非常にグッとくる感動のお話なんですけども、こちらが桜の花びらっていうのが命のメタファーになってるんですよね。そこをこうテーマとして織りなされるお話で、ぜひ、まあ、仏教に興味ある方だったら特にですね、心に響くようなお話になってるので、桜の花びらと今僕たちがこう抱いて生きているこの命ですね、それをメタファーとして表現されてるお話で、いろんな人がこうネットとかでも読書感想文的なので紹介されている短編で、本当に名作だと思いますので、ぜひ読んでみてください。そういうことで、この桜の花びらって結構ネタバレを避けてお話ししてるので、なんかこうぎこちない喋り方になってしまってるんですけども、桜の花びらと、まあ、人の命というのを重ねるっていうのは、実は浄土真宗開かれた親鸞聖人も実はそうした表現を取られてるっていうふうに伝わっておりまして、まあ、そのことにも最後触れてみようかなと思います。まあ、ご存知の方も、浄土真宗にお詳しい方だと知っている方もお詳しい方おられるかなと思いますね。あのこと話そうとしてるのかなって多分思いになられてるんじゃないかと思いますけども、それがですね、親鸞聖人が9歳で得度お坊さんになる、出家するっていう時のお話で、親鸞聖人、まあ、中流貴族ということで戦乱の世の中にあって、まあ、命をつなぐためといいますか、僧侶になることでそうした武士だったり貴族だったりのその命の駆け引きから離脱するっていうやり方があったんですよね。そうしたところに携わらないし、自分はそうした世界にも飛び込まないという決意表明として僧侶になるっていうのが一つ手段として、生き方の一つとしてあったんですね。そうしたことで幼き親鸞聖人も出家得度するということになったっていうふうに見られているんですけども、その9歳の親鸞聖人、その親鸞聖人が出家するときに、天台宗のめちゃくちゃエリートである慈円様、慈悲の慈に丸の円ですね、円と書いて慈円様という、もうめちゃくちゃすごい方のもとで得度するっていう風に決まったと。だけどもう夜だから、今日はもう夜も遅いから明日にしましょうと、そう持ちかけられたところ、親鸞聖人にある一つの歌を読まれたというんですね。それが何かと言いますと、こんな歌だったというんですね。明日ありと思う心のあだ桜、夜はの嵐の吹かぬ物川ということで、いや明日言うてもですね、桜見てくださいよ、今めちゃくちゃお花咲き誇ってますけど、これ夜中に大風吹いて嵐になったらもう吹き飛んで散っちゃいますよ。そしたらもう明日の朝花見しようかな思っても
もう枯れ木になってしまってますよと、今得度出家させてくださいという、そういうことなんですね、このお歌は。つまり明日自分が命ある身であるかわからないから、今お坊さんにしてほしいっていう、そうした気持ちを歌に込めて、まあ、ラップですよね、ラップしたっていう。でそれの、まあ、スピットに、まあ、慈円様食らって、よっしゃじゃあ今出家しようかっていうことで親鸞聖人出家されたっていうねことなんですけども、親鸞聖人この時のお名前松若丸っていうお名前でございまして、この時慈円様の元で出家して、でこの時に半円と名乗られたということなんですね。お坊さんの名前をいただいたと。親鸞聖人と名乗るのはもう30過ぎて流罪になった越後でのことなんですけども、半円という、まあここで一つお坊様としての歩みを始めるということなんですね。でこういうことで親鸞聖人は自分の命と桜の花びらっていうのを重ねていたんですね。こうしたところから今回新聞館に収録されてる春が行くよと、僕なんかすごく重なるところあるな、春が行くよがすごい重なってるなっていうか、親鸞聖人の思いが春が行くよと重なってるなっていうか、時空を超えてやっぱり表現しようと思うと同じとこに収束していくんだなみたいな、ちょっと感動もありまして、まあ、今回紹介させていただきました。まあ、ちなみに実際にですね、史実的に歴史的に9歳の親鸞聖人が本当にこのお歌読まれたかっていうと、まあ、おそらく家宅であろうと、親鸞聖人を検証するために後世、まあ、自伝が編纂されていく中で組み込まれた逸話であろうかなっていうのが、まあ、思いますね。またこの親鸞聖人の得度をしていただいた慈円様もめちゃくちゃエリートなので、果たしてですよ、もう貴族としてなかなかちょっとあかんなっていう状態に、その政治であったりそうした取り巻く状況あかんなってなってくる、来た、まあ、親鸞聖人の日野家のところにですね、慈円様にこう近づくと言いますか、そういう後ろ盾みたいなのがあったかっていうと、まあ、そもそもそういうものがあったらわざわざ得度させる必要ないんじゃない子供っていうようなところもあるので、慈円様が本当に親鸞聖人の得度出家に関わったかっていうのもちょっとよくわからないっていうところが史実的にはありますね。ですから親鸞聖人を後世検証するためにこんなにすごい慈円様が見てくださって、しかもその慈円様に対してこんなすごいお歌を読まれて、まあ、もう慈円様をびっくりさせるようなことを言ったんだっていうね、検証の中で一つ編まれた物語ではないかなとは思いますけども、だけど信仰とかっていうのはそうして事実というよりもそれを聞いた人がどう思うかっていうところに重きを置いてると思うので、あ、立派な人なんだ、これ立派な人がおっしゃってることだったら自分も聞いてみようかなっていう気になれば、それ一つ意義あることなので、そうした思いで編纂されたのじゃないかなっていうふうにも思ったりしますけど、まあ、今後ね歴史的資料がまた見つかれば、いやこれやっぱり正しいこと事実であったんだっていうふうにもなるかもしれないし、まあ、どっちとも取れるって言いますかね、まあ、いろんな意見があるっていう、まあ、出来事でもありますっていうことでした。まあ、ちょっと話があちこち飛んでしまいまして申し訳ございません。まあ、というわけで今回は桜の花びらをテーマに一つお話の方をさせていただきました。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回も聞いていただけたら嬉しく思います。合唱南蛮ダブ。